どうも、こんばんは、エナメです。今回は東京ぐるりインボーク、11月のなんでフレンド化したのリインボークフェス、インボークフェス来てますね。今回はアキラなんですけども、ステップが減ってるとなんか思いません？これステップ減ってるような確実に SR 確定、ね、SSR 確定枠が、いつも通り4、いつも3かな、4か忘れたんですけど、確かこれね7とかまであったよね昔で。今回は5枠目で、フェスゲンのアキラさんが当たると。じゃあ早速スキルを見ていきますか。拳でってやってなかった今。かっこいい。は？かっこよすぎか？ちょっともう一回見よう。ちょっとかっこよすぎか？ちょ、お前らどうでもいい。ちょっと待って。かっこよすぎか？拳で。このドヤ顔めっちゃかっこいい。ここ。なんで腰に手当ててんのお前。かわいすぎかよ。よし、じゃあ、10連。あー、どうしよう、これ。でもなんか20連するならって話なんだよな。いや20連はやめよう。10連でいきましょう。じゃあ早速10連だけ引いていきたいと思います。でもフェス限確定なら、いやもう10連で。あー、性能見てなかった。スキルのさ、かっこよさばっか見てさ、性能見てなかった。最近 SSR が本当に来てないから、今日こそお願いします。これ SR だろ。いやめっちゃいるし、ほんで SR。 はい、ということで、今月のインボケフェスはフェスゲンのアキラでした。まあ、ね、でもどうなのかな。来月のさ、でも来月のそうか、フェスってなると、有馬とかね、昨日誕生日、何を入れてくるのか分かんないんですけども、フェスゲンに絡ませてくると、なんだろう、その他のフェスゲンも来るから、ピックアップフェスゲン必ず当たるってわけじゃないからな。フェスゲンを絡ませてくるか、プレミアムの方で出ればプレミアムに上限がついて最後のステップまで引けば1枚は確定みたいな感じに俺はなってほしいんだけど、フェスで出されると出ない可能性があるのでね、まあそこは楽しみにしといた方がいいかもしれないですね。というわけでお疲れ様でした。また次回の授業とかでお会いしましょう。